今回はついにこの庭園ビオトープにメダカを導入したいと思います。都合でアク抜き運転を5日も行っていましたので、アク抜きは十分でしょう。それではまずアク抜きに使っていたミョウバン水を抜いていきます。今回は水抜きにプロホースを使用しました。水抜きが終わったので、あらかじめ用意しておいた飼育水を入れていきます。もちろん赤玉土も交換してありますよ。水中フィルターも問題なく動作していますね。それでは下準備が終わったので、いよいよ生態の導入です。メダカが入ったらどんな感じになるのか今から楽しみですね。導入するメダカは近所の両夫婦からいただいたみゆきです。それでは早速水合わせをしていきましょう。間隔を空けて水槽の水を少量ずつ移動して新しい水になじませていきます。時間をかけて水合わせが終わったら、いよいよ引っ越しですね。メダカをビオトープへと移動させてあげます。引っ越しが終わり、メダカたちも落ち着いたようです。生態が入るとやっぱりいいですね。なかなか壮観です。室内にちょっとだけ自然を感じられるスペースがあるのも大きなものです。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。次の動画も頑張りますので、応援よろしくお願いします。あ、そうそう、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いしますね。